とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もですね、二ついいものが出るまでやめられません。やっていきましょう。昨日がね、1時間ほどで終わりました。なので、今日もそれぐらいで終わってくれることを願う。うん。でも、1時間ぐらいで終わると、ちょっとね、物足りなさがあったのよ。なんで、微妙なやつが出たら、もう一回いきます。3本っていうことで、やっていきたいと思います。とりあえずは、2つ。だね。2つ。で、どうしても早く終わって、微妙だなぁと思ったら、もう一回行くから、頑張りましょう。うん。まあ、できれば、2時間以内ぐらいで終わってほしいところです。ボスを倒して、間違えてね、村の方に戻っちゃったのよ。なので、ボスは倒した後です。では、1回目。こっからスタートだ。いきます。もうほんとね、30分ぐらいで終わる可能性だってあるのよ。全然ある。これは微妙だぞ。これ微妙だぞ。ファイアボルトスロワーか。まあ、ダイナモ、貫通がついてればワンチャンある。あ、でも、プレゼントでもらったんだよな、確かそれ。あ、でも263じゃなかったか。まあいいや、見てみましょう。うん、ダメ。ダメだね。うん。じゃあ、2ついいものが出るまで終われません。今日は、何時間で終わるんでしょうか。頑張っていきます。行くぞ。はい、2回目で出た。今日もなんかね、運がいいぞ。今日もなんか早く終わる。これは3つ確定かもしれないな。まあ、とりあえず何かお見せしますと、真ん中です。輝くローブ。もともとクールダウンついてるからね、いいんだよね。エンチャントで、一番右から稲妻フォーカスで、真ん中、火炎フォーカスで、一番左、雪玉か、ポーションバリア、選べる。これ良くない？これかなりいいかなと思ったんだよね。まあ、実際、俺が今持ってるのと、ほぼ変わらないんだけど、でもこれは、すごくいいと思う。うん。まあ、自分で使ってもいいし、まあ、誰かにギフトであげてもいいし、これは、ありでしょう。すごくいいと思うよ。ちなみにフロストバイトは全然ダメですね。おお、これはありだよ。とりあえず1個目、輝くローブゲットです。次は何回目で出るかな。すぐ出てきてほしい。いきます。バブルバースターがね、これ2つ目なんですよ。2つ目だけども、2個ともね、惜しいんだよな。惜しい。今回のは、アーティファクトチャージと、貫通がついてるのよね。なので、あと、2つクールダウンショットと、ダイナモがつけば、結構強いと思うんだけどな。いや、強くないか。強くないか。あ、そうだ、強くないわ。そうだ。なんで、よかったわ。でも、惜しいんだよな。さっきもね、ロールチャージついてるやつ出たんで、もう一声欲しいところです。なんか今日バブルバースター出る気がするけど、気のせいか。まあもうちょっと回ってみます。はい、出ましたね。出ちゃいました。締め具。でもね、なんかちょっと波な感じなんだよね。衝撃波、旋風、輝き。まあ、クリティカルを入れて、6% 吸収で回復してもいいんだけども、黄金が、これなんだよな。気づかれてない敵に対して追加ダメージ。まあ、今、俺が持ってる締め具と相対差はなさそうだけども、まあまあ、ありでしょ。あ、こっち見てないな。あ、こっちダメダメ。締め具は、ありじゃない？ま、今もう10個ぐらい余りを持ってるんだけどね。
でもまあ263の武器っていうことでこれは持ってていいでしょう。うん。でまだね、開始から1時間半ぐらいなのよ。なのでまだ元気があるんで、もう一個行こうか、もう一個行っちゃおうか。いやでもな、でもな、これから3時間出ないとかありえるからな。いやまあとりあえずやります。やってちょっと微妙なやつでもすいませんねちょっと微妙なやつだったらすいません。まあとりあえず投手の締め具、出ました。1時間半経過です。もう一丁行こう、頑張ろう。きつくなってきた。きつい。3個目言わん方がよかった。星なき夜、ダメだよね、これダメだよな、ダメだよな、もう自分で納得できないもん、これは。虚無と、いやいや、全然合わない、合わない、よくない。残り火も、クールダウンね、もともとついてて、もう一個ついたのよ。でも、他の炎茶がいまいちすぎてね、もう少しやります。もう少し頑張ろう。ちょっとこの星なき夜じゃ、納得しないでしょ。納得しない。もうちょっと頑張ります。これでなんとか、許してもらえないですかね。覆われた怒り。一番左からリフレッシュ、アーティファクトシナジー、で、右がクリティカルか虚無。どう？悪くはないと思うんだけども。アーティファクトシナジー入ってるだけで、結構ダメージ出せるんだよね。で、それにさらに火力でクリティカル虚無。いいんじゃない？できれば一番左が吸血だったらもうちょっと嬉しかったけども。まあ、これでいいでしょう。いいでしょう。3時間ちょっとかかった。3時間半ぐらいか。結構かかったよ。ということで、これで終了ということにさせてもらいます。はい。ということで、今日もですね、いいものが2つ出るまでやめられません。やってみました。結局、3つゲットしましたね。3時間20分ぐらい。ですね。かかりました。まあまあ、この前の6時間に比べると、可愛いもんだったけども、どうでしょうか。まず、輝くローブ、だね。ポーションバリア、雪玉、選べます。で、ここも、火炎フォーカス、そしてマルチロール、選べます。で、こっちは、まあ、稲妻フォーカス、だよね。まあ、もしくは、アクロバットとマルチロールを合わせても、なんか面白い戦い方ができるのかもしれないね。そして、闘志の締め具。もう、これは、いいじゃないですか。衝撃波、旋風、で、輝き。まあ、クリティカルと選べるっていうところで、まあまあ、そこそこ普通の性能っぽいけども、許してください。そして、覆われた怒りですね。リフレッシュ、アーティファクトシナジー。で、ここ、虚無とクリティカル選べます。俺、なんか、怒りもうちょっと、となんか持ってたけどな。怒りが多分ね、俺これ263がね4つ目だね。4つ目ぐらいのやつなんで、ちょっと使うかわかんないですけども、まあ一応今日はこの3つ、輝くローブ、闘志の締め具、覆われた怒り、出すことができました。使いましたまたやると思います。なんかちょっと自分の中でも癖になっちゃってるので、はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。